ジークさん。逃がすな、殲滅しろ。死ぬな、生き延びろ。敵は立体軌道で乗り込んできたわけだから、武器も燃料も大した物量じゃない。つまり補給線のない敵地のど真ん中で袋のネズミなわけ。今頃マーレ軍がこの収容区を包囲してる頃だから、敵に退路はない。だから始祖の巨人さえ抑えちまえば、奴らは地ならしの切り札を失うって話だろう。今その切り札が目の前にあるんだぞ。だから慎重に駒を進めようって話なの。とにかく私たちはアッカーマンから戦士長を守ればいいの。さすがピークちゃん、その通りだよ。エレン・イェーガーは俺の敵じゃない。まずはお前からだ。出てこいよ、リヴァイ。時間がないんだろ。拙者、敵の総攻撃が来ます。Oh.